もうここ10サクセス以上ハマってないからな。頼むぜ。7とか作れねえかな。セクイチはいつも通りです。もう何も考えることはありません。ただひたすらキャラがいっぱいいる練習に行きましょう。こういう時はどうしようもないので昼に行こう。いや逆下克上起こしてえな。バラバラすぎる。パワーヒール。ちょっと待って、今回バラバラすぎない？ちょびっと回復して、回復しちゃってよかったか。お、いいじゃん。たまたま評価が上がった2人が来たね。あー、やべ、パワーヒー潰しとかなくてよかったね。かぶってたらないですけど。逃走ってあと、このレンちゃんの告白とか、イベントとか、あとラブパが切れた直後とかで、やる気が落ちやすいんですよね。だから、金徳不確定キャラは、あんま積みたくないんですよ、正直。金徳はほぼ全部、依存はやる気が関係してるんで、やる気がね、ちょっと落ちやすい逃走で、やっぱ思考系は怖いっすよね。178いけるかな？これ取られたら萎えるなぁ。178はちょっと辛いかもしれない。ワンチャン抜いてくれ。お、ジャスト。ナイス。ダブル2回目。だから毎回お前タイミング悪いなぁ。意外性からの、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ダブル3回目いいよ。ラブパだから実質 2.5 タックあるからね。あ、強い、こっち強い、こっち強い。それくらい3人いっちゃおうかって言おうとしたけど誰もいなかった。怖いの来たね。さあラスト派手に決めようか。そこ、ああ、もう一人欲しかったな。まあ悪くはないね。内野手3体投手2体。おお、いいじゃん、3000点近く売れてる。あとはガチャに勝つだけ。クソ勝った。いや、いいね、これはいい。忍耐孤児、スキルもいいけどキャラもいいわ。打撃キャラで達成しやすい。あ、惜しいな。ただめちゃくちゃ取られそう。
気持ちさばいとこ。阿部引くださいともえ。よし、おい温泉認識からの、あ、その練習は強いね。なあ、悩むな、これ。帰らせるか。よっ。わあ、きっと始まった。更新チャンス。ただ、取られたら終わる。取られるときつい。頼む、ほんとに。取らないで。やっとトリプルタック来たな。序盤の。下克上カウストチャンス。ワンチャンすぎるでしょ。池上は改造計画。うわぁ、びっくりしてます。あの間怖すぎだろう。そしてその争いはマジいらない。あ、でも、待ってよ。その争いのおかげで、俺が経験点をがっぽり取れそう。取れそうだけど、これまたさ、陶器調整がめんどくさいやつだよな、これ。多分1個は大丈夫だよね。1個はむしろ上がるんじゃないの？そうだね。って考えたら、もうマイナス2くらいか。うわぁ、結構下がるな。あと4まで。あと4まで。あ、でもこれで溢れてないか。広角な方は大丈夫でしょ。あ、オッケーオッケー。よし、これでいこう。とも、神宮寺マスク。まあ、ここだな。池上がね、めっちゃポイント持ってるんだよな。強。ヒントあげとこう。あ、てか、パワー A にしとけば伸びたね、さて。ちょっと助かる。よっ。あー、あのひそきじゃねえな。それを待っていた。それを待っていた。ドン。これうますぎ。全集中。メンタル来てくんねえかな。大平。ダメか。待って。池上つえ。え、なんでさ、大撃タック踏んだのにさ、筋力ポイントの方が持ってんの？ここで臨床カンスト取れたのは、でかいんじゃないですか？いや、大丈夫。絶対大丈夫。OK。いいタイミング、いいタイミング、いいタイミング。いいね。あー、神宮寺、お疲れ。手紙はね、下克上されるとやばかったんで、やめました。いやー、俺も神宮寺あげる意味ねえんだよな。どうせお前、消えるしなぁ。池上いない？沢野。沢野ありだなぁ。あー、でもこの練習、あー、でも陶器あげてぇなぁ。今2位、あ、もうちょいだ。あ、でも、やる気上がっ、あ、やる気なしでこれか。やる気なしでここまで来てるのか。じゃあ、沢野取って筋力上限突破すれば、もう、いけそうだね。
あ、あとはちいちゃんが早めに来てほしい。え、すごくね、今日。大吉率やばくない？マスク。マジか。2回目来たー。いや、取りてー。ちょっと、取りてー。これは入れなきゃダメなんですよね。もうここしかないぞ、もう更新するとしたら。マジでここしかない。あー、てかミートまだあれなんだ、 S じゃなかったんだ。さっきの確認ミスでマジで誤爆したからな。頼むって。藤村が強くなりました。ナイス。あぶねー。そのさ、やる気落としやめてほしいんだよな。ここで取れたら神。うわー、見合った。キリル。キリル。炭治郎。いいね。あー、入れた甲斐があったわ。救われた。それはでかい。あ、マスク2回目来てる。前で大丈夫そうだね。地獄の舞上。何度痛い目を見たか。あ、でもどっちにしろだな。やる気が、やばい。ちいちゃん来たらやばい。ここで、キルマスク引けたら、ガチである。テクニキルマスク引けたらガチである。キルルなし。マスク。あー、もう誰マジで。モブ、モブ、モブ。マッチンがまあまあ。だったらやる気取れますか。ほぼマスクには意味ないんだけど。いや、敏捷っていう考えもあるな。ラブパ引いて一気に戻そう。オッケー、頼むよ、レンちゃん。ナイス。シュバリエが強くなりすぎるとね、イベキャラからどんどん奪ってくんだよね。さあ最後マスク。キリル、キリルなし。マスク、よっしゃ、切った。これでかすぎる。これはでかい。バケモンがいます。これは更新の駆け足。これなんだよな、セクニでキリルマスクから取れるサクセスは伸びます、明らかに。多分こんなんでいいんじゃないか。強い。これ1万は超えるでしょう。オッケー、1万1000。しかも、もりもりよ、みんな。みんなもりもりよ。頼む。あつ森さん、助けに来て。あつ森、おっしゃ、強い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 。シーナ強い。本当に来たな。やば。いや、やばいわ。マジで来る。マジで、みんなガチャ引いた方がいいよ。あつ森。死ぬほど来る。いや、頼む。この流れで行こう。思え。全部いいんじゃない？あ、ちーちゃん便所。うわ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 、バーゲンセールですか？あー、それ。いや、みんな強えな。ちょっと待ってよ。選べないって。そう、しかも総力上限終わってるっていうね、このアドバンテージでかすぎるよ。それなんだよね。
いつもだいたい打撃踏みまくりで、うわ、あとは便所だけ、あとは便所だけって感じじゃないですか。それが今回ないんですよね。で、ちいちゃんマジで早めに来て。ちいちゃんマジ早めに来て。よし!なんかこう、なんか何言っても通じるんだけど。え、やばくない?サクセスが俺に答えてる。よし!あとは練習踏むだけ。打撃9枚だからね。踏めないはずないでしょ。これで踏めなかったら、もう、笑うしかない、さすがに。早めに踏んどくか。えいー。ちょっと待って、入れてーけどな。あ、でも、取ったばっかか。やばくね?ともえも強い。池上も強い。この美しい流れ。これラブパのおかげで、まあ、神宮寺入りだけど、そこそこ強いね。てか、このちーちゃんとキリルの練習性能が、バカたけ。強すぎ。練習効果 50% 持ちと 30% 持ちで、筋力ボーナスと技術ボーナス、流通ボーナスと精神ボーナス持ち。これが、ぶっ壊れキャラたるゆえん。取ったね。止まるんじゃねえぞ。しかも回復までできちゃう。炭治郎完走。で、未完の心配も、今のところなしだけど、それはタイミング悪いんじゃないかな。ここらで一回便所入れとこうか。そうするとね、結構いい感じになるんですよね。はいはいはい、ちゃんと来る。ちゃんと来ます。うちのちーちゃんは、分かってるんですよ、そういうこと。そういうところ。従順なんで。昨日の昼間はちょっとやらかしてたけど。はい、ありがとうございます。いじめない？あ、でもそんな減らないな。オッケーオッケー。経験点が。あー、ちょっとそれはオーバーキルすぎるなー。あ。強い。やばいな。え、やっとハマった。苦節柔軟サクセスやって、やっとハマってる今。もうこれでさ、俺エビル負けたらもう引退するよ。パープルやめるよ。あと一回。そしたらじゃあ精神入れとく?ちょっと。ちょっとまあ、補給、まだ伸びてないんで、ちょ、ここらで、精神練習どうすかね?ポニャン一回、強。あ、他の練習が強いや。技術だな。やばすぎだろみんな。アタオカなんだけど。ちょ、マジで1ポイントも無駄にしないからな。1ポイントも無駄にしない。よし。ドーン。別に筋力かメンタル。オッケー。筋力かメンタルどうですか?池上。いやもうここまで来るとさ、この 5% が怖いんだよな。あ、ありがとう。って言ったら演武が迎えに来てくれました。よし、ジャスト。で、筋力かな。それでもいい、全然いい。ただ筋力でも、うわー、強いなー。俺、肩行きたいなー。ちょっと。印象もいっぱい入るしな。
よし。その謎解け黒杖は、ああ、でも、敏捷持ってるやつから取られちゃったな。そしたら、ちょっとさすがに渋いか？さすがにメンタル来ないよね。来るんです。このサクセスは来るんです。いや、驚くことはありません。ハマるサクセスはとことんハマります。そういうもんです。手が震えています。以上です。ストキ。角一発上げにするか。26ポイント。あ、これだ。はい、ごちそうさまです。まあじゃあもうちょっとみんな待ってるし、筋力ポイントをちょっと一回入れようかな。まあ敏捷でもいいけど。どっちでもいいよ。筋力でも敏捷でもどっちでもいいよ。あー、まあでもいいけどね、それでも。うわー、どっちだこれ。一旦敏捷行くか。うん、冷静に。角。まあ筋力はいつでも来るでしょう。やめろ、それマジで。おっぶね。それだけはマジでやばかった。それは破滅してた、マジで。うわー、そういう結果になっちゃったか。まあ、さすがにこれ言ってレートだね。サボりでさ、1対1練習でサボんないからいいんだけど。炭治郎の、あれ、もう、起きちゃったんだっけ、仲良しイベント。まあ、行きたいけどな。いや、まあ、これでさすがにメンタルにいることはないでしょう。いや、もう、じゃデート行きたいんで、いないでも、いてもらっていいですか？いないでもらってもいいですか？ありがとうございます。大丈夫だね。あー、かぶったー。敏捷だね。ちょっと待って。よし、セクサーで全完走。待って、こいつやばい。待って、サワのこれ、虹谷ワンチャンある。サワの虹谷入りあります。しかも、大沢も牙の可能性ある。基礎は先駆けの可能性ある。他二人は知らん。いや、これ、次の転校生は強いの来るぞ。あー、ちょ、敏捷が抜けちゃってんな、みんな。あー。一旦カースト入れようか。筋力系抑えよう。うまくやれば絶対いけると思うんだよね。青函道、あ、あれ ?64 ってのがなかったっけ。あー、もうこれでいっか、1残し。これでいきます。OK。1ならいいや。さあ、気になる経験点はいくつなんでしょうか。そして、誰が来るのか。この、沢野が化けるかもしれない。B だからね、こいつ。そして、いまだかつて、虹谷を見たことないんですよ、私。このサクセスで来てくれ。経験点は ?23,257。もう促進でもいいから、マジで経験点系、お願いします。あるべき姿。それは、こういうことだ！嘘だろー。筋力は多分もういいんだよね。寺道でいいと思う。たっちゃんなら、
まあ、精神も、まあ、うん、そうだね。これでいこう。謎に強くね？引き、まあいいや。それ、あーもう神。まああとお前らでやっていくしかないんだよ。いやー、コージー引けてたらもう神だったな。盗塁で。くっそ、また中途半端にポイント残るな。もらったこうだ。ちょっと一発精神どうすかね。打撃練習ちょいちょい見ていくか。いや、神宮寺も強いんだよね。あー、宮田は次いいとこにいたな。メンタル、これ神宮寺とマスクだとどっちがいいんだろうな。800、あ、そんな変わんねえのか。じゃあ敏捷ちょびっとでも入れておこうかな。そう考えたら。で、次メンタルが理想。キリル、ちょっとやばくね。マジでやばいんだけど。言った通りになるんだけど。鶴瓶アイコンでいいんじゃない？鶴瓶アイコン、あー、鶴瓶アイコン通りでいいか。イベキャラと会話できてるわ。それ結局ここで取っちゃえば、あー、それはどうなの？いや、これでかい。キリル来んなよ。マジで来んな。絶対来んなよ。オッケー。このポイントもうまいよね。神宮寺厚森。炭治郎も最高落ちていいわ。なんなら落とす勢いでいこう。で、神宮寺は取っといた方がいいんだよね。あー、落とすか、これで。あ、ごめん。一旦こっちだ。あ、こうだ。完璧。はい、バカ強い。あ、精神さばけばよかったー。何も来ないで。あ、オッケーオッケー。精神さばかなくてよかったね。ともえ最後、敏捷で来てくんねえかなー。いや、マジで。願ったりかな。たり。これ、筋力行くべきだね。声が枯れてきました。声帯を犠牲にして更新します。これで、あー、6残しはキモい。あ、これでいいじゃん。よし。あ、でもどうせ次の練習試合で完走すんのか。だったら、あれだったけどいいや。炭治郎はもうオール50ポイントに変わるからむしろうまい。で、敏捷が欲しいと。さすがにデートかな。あー、巴マジ敏捷来てくんねえかな。104にしちゃって、よし、これ敏捷入るからね。このデートうまい。2回目はね、筋力敏捷入るからね、強いんだよね。さあ、あと敏捷持ち、キリルも持ってたよね。小西、大内。まあ、最悪ここ行く。ただ、ああ、いや、縛りも持ってんな。ちょ、巴かキリル、走塁練習に来てもらっても、いいですか。ああ、悪くねえな。580人なら悪くないな。うん。これは、敏捷しっかり取ろう。ありがとう、椎名さん。
で、連続で来られると困るから、無難に片守備で行こうか、今、次は。ああ、いいけど。いいけど。ああ、強い。それは強い。たっちゃん何しに来たん？慎重にやろうかな。よ？ああ、6残し嫌だね。ちょっと。チャンス。チャン20いっちゃうか、チャン20いけばいいんじゃない？あ、これでいいや。あ、そう、OK、OK。あ、つ、だ、その、そうだ、どうせカンストだ。タイムでカンストだ。あ、神宮寺が復活してる。神宮、帰ってよかったのに、神宮寺。ここで75オールが入りますと。で、10オール。それ、もう一回、便所来てもいいし、あー、無難にいいね。あー、無難にいいね。ただ、もう結構、もう結構、序盤のあれ、アドバンテージがなくなってきたな。守備だね。角で上げ、さばいちゃうから、便所なくなるんだよね。メンタルうまく駆使すればデートなしでいけそうだけど、ただその駆使する分の敏捷がないね。もう、結構限界来てる。あとは上限だけ。さ、まあそれでもいいんだけどね。ああ、そこか。普通にいい練習なんだよな。たっちゃん何しに来たん？筋力をドカンと入れるのも、なくはないけど、でもね、常に敏捷を入れていかないと、もうきついんだよね。これ肩だな。で、多分350点くらい残るから、それでも全然600点くらいになるから、ここ取ります。あ、そうね、386、全然いい。肩練習は吸い取りが少ない。なおかつ忍耐上がればさらに少ないと。おお、いいじゃない。いや、いいな、それも。集客40いきました。OK で、次は渋かったらデート行こうか。ピンチャンすると思った方、それは大間違いです。私は逃げません。リベンジします。パツ。絶対に俺はホームランを打ち続ける。普通にやってれば負けることはないんです。その思いにチームメイトも応えてくれています。難しい球は打たない。難しい球は打たない。集中、しっかりストレートだけを取っていく。ルミナが一番打ちやすい。俺は過去を凌駕する。よっしゃ、危ねえよ、マジで、最後までもう。一発同点じゃん。あ、宮田、敏捷。あー。宮田。なあ、寺道仕事したけどな。仕事したけど、うまくねえんだよな。まあこれデートっすね。デートで甲子園3ターン行きましょう。バランスもいい。敏捷入ればバランスもいい。いやー、激突終わっちゃったのがちょっと残念だな。
トモエ、宮田、シュバリエ、走塁練習に来よう。トモエ、よーし、お前、ま、今日やば、このサクセス、何言っても来るわ。すべて、俺の願いを叶えてくれる。いやー、いいとも思ったわ。ここはいいんだけど、次がさ、変化球もりもり高校だと嫌なんだよな。スライダー。あー、優しい。怖い、やめてよ。大丈夫、強い心を持ってれば絶対大丈夫。強い心を持て。いらないからそういうの、マジで。しかも相手ピッチャー誰だよ。うわあ、そう、これ、モブキャラだとさ、変化球が怖いんだよ、マジで。スライダー、シンカー、フォーク。うわあ、これ待って。これちょっと本当にやばい。シンカーとフォーク打てない。気持ち。もう気持ち。それしかない。どんな球が来ても打つ。フォーク来いよ、シンカー来いよ。フォーク来いよ。早く投げて来いよ。いい配球だ。だがそれは打つ、それは打つ、あぶねー。本当に変化球しか投げてこなかった。たまたま3分の1の抽選がスライダーでよかった。もうやだ。寝かしてくれ、もう。この経験点バランスだったら、まあ、トリプルタックとかでもいいな。ワンチャンどうですか？本当に来るじゃん。しかも、本当に来るし、とてつもなく弱いんだけど。転校生トリプルタック来た。たださ、神宮寺持ってなかったっけ？あ！いいじゃん。うわー、それに匹敵するいいキャラいるー。サクセスに言霊が乗ってる、マジで。自分が怖いです。これどっちがいいんだろう。807点。あー、こっちだね。全然こっちだわ。まだ超えなきゃいけないかね。ここが嫌なのよ。スザクならいいよ、スザクなら。スザク何席ならいいんだけど、ここ、天命来ると、俺の命が寿命を迎えます。最後は、さっきのカタチーちゃん練習が欲しいかな。いや、まさか来るとは思わないけどね。まさか来るとは思わないけど。いや、ちょっと筋力ポイント怪しいんだよね。だからこのタックル一番強いのは、あー、ずれた！なんだろう。肩練習最後に見るわ。あー、タッチャン来ればヒーローだったな。あ、演武も強いじゃん。肩モブでしょ、これ絶対。あ、悪くない。モブはモブだけど、シュバモブだった。ここしかねえや。いきます。最後ちょっともう、スカスカになっちゃったけど、でもバランスはもう、素晴らしいでしょ。海岸いらないね、これ。よし。あとは、査定ちゃんに任せよう。アウトコースも取って、溢れないようにさばいて、
こんなもんだな。この時点で67。70は超えるね。行こう。まあ、セクヨンちょっと失速したけど。まあ、転校生のせいにしよう、それは。何点？ 36,875。 やっぱセクヨン伸びてないな。セクヨン伸びてないけど、5は行くんじゃないかな。ほんと、個人派遣だったら38くらいまで見えてたね。はい、というわけで査定振り終わりました。こんな感じですね。6上限、ソウル呼吸106、新アンダ製造機しっかり取って、海岸今回なしでございます。金徳は全成功ですね。はい、青徳はそんなにめちゃくちゃ多いっていうわけではないんですが、各集客新記録が出ました。74でございます。はい、まあ、海岸なしですが、ここまで伸びてれば査定もついてくるんじゃないかなと思っております。結果見ていきましょう。来い、5いってくれ。6、うわ強っ。わあ惜しい。え、めっちゃ強いじゃん。わあ、もうちょっとで7だったのか。わあ惜しい。ちょっとこれは震えた。やっぱ伸びるね。海岸なし伸びますね。つえー、これはつえー。いやー、ありがとうございました。いやー、トンネル抜けたー。つらかった。エビル負けからのトンネル抜けました。ありがとうございます。いや、これセクヨンさ、コジ1枚でも来てたら7行ってたのか。そこだけちょっと悔い残るけど、このセク3まではほぼパーフェクトなサクセスでしたね。はい。経験点2更新。武州へどかして、いや、これは一気に近づいたでしょ。おー、200切った後。200切った。この更新でかすぎる。いくつ伸びた ?320。320更新。いや、伸びたわ。これは伸びただわ。伸びただわ。でかい。やっと、4メモリ伸びたやん。あざっす。ついに、現実味を帯びてきました。PB ランク。長く停滞してましたが。はい。ありがとうございました。残り188。頑張りたいと思います。チャンネル登録まだの方は、ぜひよろしくお願いいたします。たまに私の配信、神回になります。いや、今日は、まさか操作面で、神回になるとは思わなかった。では、失礼します。ありがとうございました。お疲れ様です。